皆さんこんにちは。いつもアイビングリッシュの英検対策動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。今回は英検合格のための英作文勉強法をお伝えします。まず英作文3級の採点ポイントをお伝えします。こちらです。英検協会のホームページなどにも載っているんですが、英作文は4つのポイントで採点されます。まずは内容です。トピックの答えになっているか、ミスなく書けるものを選ぶことがコツです。次に語彙です。これはスペルミスだとか単語に関するものなんですが、実はそこまで厳しくありませんが、スペルミスなく書けるものをもちろん選んだ方がいいので、日頃からスペリングの練習も怠らないようにしましょう。最後に文法ですね。文法に関しては特に3級は不定詞をしっかり使えるようにすれば大丈夫です。英検3級の英作文の問題ですが、例えば過去には何曜日が好きという問題が出ています。その場合は曜日の中から選ぶ、好きな曜日を選ぶような形。あとは、休みの日に何をするのが好きか。だとか将来どこに住みたいかというような問題が出ています。もう一つは2択パターンですね。都会に住みたいか田舎に住みたいかとかパンかご飯かのような形でトピックの中に2つの意見がもう出ているので、どちらか自分で選ぶというパターンになります。今日これから自宅でもできる勉強法として意見を出す練習というのをやっていただきたいんですが、これはどっちのトピックが来ても基本的には考え方は同じです。今回はこのトピックでやってみましょう。こちらです。 What sports do you like the best? どのスポーツ、何のスポーツが一番好きですかというトピックでやってみたいと思います。ここでは意見を出す練習をしたいので、自分が今思いつくスポーツを全て書き出してください。時間も多少かかってもいいので、多くの意見を出す練習、最低でも10個は出してほしいです。慣れてきたら考える時間を少し狭めて、だんだん短い時間の中でたくさんの意見を出せるようにしましょう。では実際にこちらが例として出した意見、自分が好きなスポーツの意見候補になりうるものですね。こちらです。で、これだけの数を出しているんですけれども、当日必要な意見は1つですので、ここから1つだけスポーツを選べばいいんですね。で、今日本語で書いているので、次のステップとしてはここで英語にできないものは消してください。本当だったらこのスポーツで書きたいなっていうものが皆さん少なからずあると思うんですけれども、英語にできなかったら今回は諦めましょう。確実にスペルミスなく書けるものを選びます。で、その中で今回は例えば野球にします。はい。じゃあ、野球にします。これはあくまでもトピックに対する意見になるので、それに対する理由をまたさらに出さないといけません。先ほどと同じように、なんで野球が好きなのかという理由をたくさん出してください。ここでも、具体的なものよりはシンプルなものをたくさん出す、質より量なので、とにかくこんなことも理由になるのかなっていうことも意外と理由になります。ですので、自分の出た考えを否定せずに、これでもいいかなと思うものは全て書き出してください。慣れてきたら時間制限を設けて、本番と同様のスタイルで練習するといいと思います。ここで理由がたくさん出たら、被らないものを2つ選んで、1つ目2つ目の理由にしてください。ここで、不定詞ですね、これを使えるようになっていると理由の文章を作るときに非常に便利です。例えばこの例でも To play baseball is fun という、本当にシンプルな理由です。ただこれが理由になるんですね。野球をすることが楽しいという意味になります。よく生徒さんで多分この内容を書きたいっていう時に多く見受けられる間違いが Play baseball is fun っていうふうに書く人が多いんですね。でこれだと Play baseball で野球をしなさいという命令文になってしまって後ろの is fun につながらなくなってしまいます。野球をすることにしたいのであれば To play baseball というふうに不定詞を使ってあげたり、もしくは動名詞 playing baseball にしてあげて、必ず主語ですね、なんとかすることっていう時に不定詞もしくは動名詞を使うということを意識するようにしてください。で不定詞っていうのは使えるようになるとこれから先の英作文でもものすごく役に立ちますので、是非3級の時点で不定詞をマスターしておくといいと思います。あとは見直しをした時に文字数が足りなかったらどうしようという意見もよくあるんですが、その場合はせっかく書いたものがあるのでそこに詳細をつけるようなイメージ。例えば「誰々と」とか「どこどこで」とか、あとは程度を入れてあげるようにすると文字数が稼げます。今回も下の文章では「with my family」というふうな人を一緒につけてあります。ここはもちろん with my friend とか with my brother などに変えていただいても大丈夫です。本日のポイント解説動画は以上です。今回はスポーツというトピックでやりましたが、さまざまなトピックで練習することによって本番どのようなトピックが出ても焦らずに対応できますので、皆さん他のトピックでもぜひ練習してみてください。ご視聴ありがとうございます。